獅子座で新月を迎えます。新月はスタート、始まりのフェーズを表します。何かを始めてみようという衝動も出てきやすいので、その勢いをもとに新しいことにチャレンジしてみるのにぴったりです。今回の新月図から何を始めるのにぴったりな時期となるのか読み解いていきましょう。改めましてこんにちは、スミエク代表のスミエです。スミエのマネージャーです。プロフィールはこちらです。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで学べるクラゲでもわかる星読み講座の受講者を募集中です。基礎知識は動画を見るだけ、アフターフォローも手厚く、わからない箇所は無料の質問会で何度でも質問できますので、初心者でも安心です。概要欄のリンクからご覧ください。はい、この動画では今回の新月図を読んで、次の新月までの4週間の影響をお伝えしていきます。まずは今回の新月図について解説をお願いします。今回の新月は2024年8月4日20時13分頃、獅子座12度、6ハウスで起こります。サビアンシンボルは13度、揺れている年を取った船長です。アセンダントは魚座、チャートルーラーの海王星、副ルーラーの土星が共に1ハウス。アセンダントに土星がコンジャンクションしています。次に6ハウスで太陽、月、金星、水星がステリウム。新月に双子座の火星と木星がセクスタイルを取っています。最後に、水星が逆行前の龍であることも特徴的です。水星はこの翌日の8月5日に逆行を開始します。ということは、近々水星逆行の動画も出ますね。はい、そうですね。はい、そちらも楽しみにしていてください。はい、それでは今回の獅子座新月の影響や意味、過ごし方について解説お願いします。はい、今回の獅子座新月のポイントは4つです。1つ目は、健康習慣を身につけようです。この新月は6ハウスで起こり、金星も水星も6ハウスに入っていてステリウムになります。6ハウスは健康や生活習慣を示す場所なので、ここから何か新しい健康習慣を始めてみるのにぴったりの新月になりそうです。獅子座はですね、心臓や背中を司るサインなんですけれども、健康習慣を取り入れるということで、なんか心臓を鍛えるとかやりたいところなんですが、うん、まあ、直接ね、心臓触ってウェイウェイって鍛えることはできないので、まあ、何かしらね、血液循環が良くなる運動を取り入れたりとか、あとは、まあ、さっきも背中って言いましたけど、日常生活で姿勢をピンと正すような、背中の筋トレとかね、していただいたり、ストレッチをしたらいいかなと思います。めちゃめちゃ走り込むとかね、あの心臓を鍛える。鍛えるのにね。心臓なのか肺なのか分からないですけど。なんかの地獄の坂道とか部活の時にやったなと思って、あのインターバルで時間決めてこう走って止まって、うん、走って止まってみたいなやつがだいぶきつかった気しますね、走りっぱなしよりも。じゃあそれゆえさん、今回健康習慣取り入れてみてください。暑いんでやりますよ。また水星はね、乙女座にあるので、まずは自分の普段の姿勢とか筋肉量をしっかりチェックして分析するっていうところから始めてみると、何をすべきかみたいなのが見えてくるかなと思います、うん、瞬発力が必要な先ほどのね、厳しめのトレーニングを取り入れるっていうよりは、日常のルーティーンでこなせるような持続可能なものの方がいいです。じゃあさっきの走り込むのはダメですね。そうですね、うん、持続できませんもんね。はい。で、獅子座の新月なので、ダンス動画とかでね、体を動かすのもいいかなと思います。なるほど。今ね、YouTube とかにいろいろ、インスタとかでもいっぱいあるので。そうですね。はい。このスミエのなんかヘンテコなダンス上げてみますか、YouTube に。あ、昨日踊ってましたね。お茶が飲みたい、冷たいお茶をって言って。皆さんこれ踊ってください。大丈夫ですか、岩田。はい、大丈夫です。二つ目のポイントは、自分を褒めようです。獅子座はエンターテイナーのサインです。自分の中にあるものから創造性を働かせて自己表現をしていきます。そしてそれを周りに認めてもらうこととか褒めてもらうことで、この獅子座の、なんていうんですかね、自己表現が完成されるんですね。まあ、自己承認欲求が強いっていうのも獅子座の特徴かなと思います。さっきの踊り良かったですね。ありがとうございます。満たされました。で、今回の新月期間では、自分の中にあるアイデアを仕事の場面で活かすこととか、自分の語りで周りの人たちを楽しませて癒すことに挑戦してみるのもいいかもしれません。癒されたかな、私のね、踊りで。アセンダントに。コメントで。アセンダントには土星がコンジャンクションしているので、自信がなくなったりとか、自分に厳しくなったりとか、または周りにその表現が認められない、伝わらないみたいなこともあるかもしれません。でも、それでいいっていうのが今回は大事です。で、周りの評価とかニーズに合わせるんではなくて、自分の心が楽しい、ワクワクできるっていうのを大切にしていくっていうのを大事にしましょう。まさにじゃないですか。はい。私楽しかったからもうそれでバッチリでした。
で、新月はスタートの始まりのね時なんですけども、スタートからすぐに認められるっていうことはないかもしれないんですけども、自分が楽しめる表現をスタートさせることで、半年後の満月には季節外れのひまわりが満開になってるかもしれません。3つ目のポイントは、チームプレイで助け合おうです。この新月期間はサポートしてくれる人や情報をくれる人などが現れやすそうです。なので、自分で絶対やらないとみたいな感じで固くなにならずに、周りに助けてもらうっていうことの方が心地よく過ごせるかなと思います。いつも同じことばっかり繰り返して飽きちゃったなとか、やる気が出ないなとか、いいアイデアが思いつかないなみたいな、そういうねちょっと心の炎が消えかかった時には、自分で自分の炎を燃やそうとするのではなくって、外から薪を足してあげるっていうのが大事です。周りの人や気になる人に声をかけることで、自分では持ってないような情報とかアイデアがもらえるかもしれませんし、楽しそうだなと思う会とか遊びにもね、積極的に参加することで、それが仕事へつながるっていう可能性も出てきそうです。獅子座のモチーフである動物のライオンっていうのは、一匹で狩りをすることはありません。チームプレイで大きなカバや牛などを狩るっていうのがライオンの狩りの姿なんですね。なので難しい仕事や溜まった作業は一人で頑張るのではなくて、声を掛け合いながらチームプレイで倒していくという、そういうね新月期間にしてもらえるといいかなと思います。ライオンってカバ食べるんですか？はい、カバももちろん襲いますよ。そうなんですね。はい、ちょっと全然関係ない話でしたけどでも一匹では無理ですかね、あんな大きなカバを。そうですね、はい、みんなでね倒すっていうことですね。4つ目は、無理をしないです。2024年は7月19日から夏の土用期間に入っているので、体調が優れない、やる気が出ないっていう方もいるかもしれません。猛暑でね体がついていけないとか、まあ梅雨でねだるいとか、あとは冷たいものを取りすぎて体が冷えたり、栄養面がね偏ってきてしまうっていうのも、まあ、この時期の特徴かなと思います。うなぎ食べていきましょう。本当にいっぱいうなぎ食べたいですね。で、8月7日には立秋、もう秋なんですよ。ゆうやさん早いですよね。もう秋なんですね。そう、もう秋なんですよね。ひまわりとか言ってる場合じゃないですね。はい。で、このね立秋に入っていくと、まあ、土用の停滞感も落ち着いてくるんですけれども、今回の新月図ではアセンダントに土星が乗っていて、健康を示す6ハウスがステリウム、また水瓶座にある冥王星以外全てね北側に天体が固まっています。なので獅子座の新月って聞くと、なんかこう力強く前に進む王者みたいなイメージがあると思うんですけれども、うん、獅子座はね本来不動級なので、こうじっくり進めるのが得意なサインなんですね。で、先ほどのね動物のライオンっていうのは一日のほとんどを寝て過ごす動物なんですよ。ゆうやさん知ってました？意外とこう脆いというか、うん、チーターとかヒョウとかああいうのに比べるとちょっとこうそういうイメージがありますね。はい、うん、大体なんか24時間の間で20時間ぐらい寝てるらしいです。そんな寝るんですね。はい、夜中のその4時間だけで狩りをねしたりするみたいですよ。すごいパワーを貯めてるんですかね、うん、で、この、まあ、さっきのねライオンの例に習ってじゃないですけども、この新月では仕事や家事も無理しすぎないっていうのが大事です。なんか自分の体を回復させるためにたっぷり睡眠をとるとか、ゆっくり休むとかね、そしてあの4時間だけガツガツ行くみたいなのが大事かもしれません。猛暑の中頑張っている自分や周りをいたわってリラックスして過ごす心がけをね、この新月期間ではしていってください。で、そうやってしていくことで、土曜のね、リズムの崩れから本来のリズムを取り戻せるスタートになるかもしれません。はい、ありがとうございます。今回の内容はブログでも書いておりますので、概要欄のリンクからご覧ください。それではお知らせを挟んだ2トークです。今回は自分を褒めるお話です。LINE 公式アカウントお友達募集中です。この LINE では満月や新月、天体の移動や逆行など、星の動きの最新情報などを配信していきます。登録していただくと、プレゼントとして、西洋占星術を学ぶ近道がわかる無料講座、プレ、クラゲでもわかる星読み講座をお届けします。ぜひ登録してください。はい、ということで、二つ目のポイントにあった、自分を褒めようの回ですね、今回は。わー、褒めていきましょう、褒めていきましょう。どうですか、ゆうやさんは。普段自分を褒めたりしますか？いや、これですね、ごめんなさい、全く必要性を感じてないですなぜ？あの、自分はですよ、自分の中では。それはなんでですか？周りから褒められるからですか？周りから褒められることは自分のモチベーションにつながるかもしれないですけど、はい、自分で褒めることによって自分のモチベーションは上がらないですね。ああ、なるほどね。
私は今日も可愛いなとか、今日も頑張ったなとか自分で、うん、今日もなんか素敵なダンス踊ったなとかね、うん、自分で褒めてますけど、うん、なんかどうなんですかね、こうバカバカしくなってきちゃうんですよね。あ、自分で自分のことを褒めるとかですか。そうそう、もしかしたらこれ聞いてる方も分かる人いるかもしれないですけど、うん、なんか何やってるんだろうなとこんなことやってしまったらなんかやれよみたいななるほどね、うん、まあそうかもしれないですね。傍から見るとかなりバカバカしく見えるかもしれないですけどね、うん、だけどどうなんでしょう、私はなんか自分で自分よく頑張ってるな毎日みたいな、今日も朝起きて偉いなとか、朝ごはん作って偉いなとか、それで結構モチベーションを上げてますけどね、うん、そういう人はいいですよね、うん、どんどん自分褒めてもらって、そう自分のモチベーションっていうのかな、生活の質が上がるかもしれないですね。うん、まあ、生活の質が上がるかわからないけど、なんでなんか自分の心を保つためにも、まあ、大事かなって。なんかあんまり周りの人に褒めてもらうって、まあ、ゆうやさんは結構いつもちょっとなんかしたら偉いねって、頑張ったねって言ってくれるんですけど、あんまりなんかこう大人になって人にいっぱい褒めてもらうってないじゃないですか。ないですね。でも結局なんかやっぱり、まあ、私獅子座の月なんですけど、なんか他の人にやっぱ褒めてもらうとか認めてもらうって大事で、だけどそれって大人になったらなかなかないから、うん、自分で自分を褒めようみたいな、慰める自分をっていう感じに多分シフトチェンジしたのかなと思うんですけど。いや、それは大事なことだと思いますね、うん、うん、とっても。ゆうやさんのことも褒めましょうか。ぜひぜひ褒めてください人から褒められるのは嬉しいんで自分で褒めるのはなんかそれって意味あるんかなとか、うん、結局自分の評価だけじゃないかなとかいろいろ考えちゃうんで。でもさ、結局なんか自分で自分を評価するって大事だと思ってて、なんでかっていうと、周りの評価ってなんかその人のまあ価値観じゃないですか、結局は、うん、で人によっても全然違うだろうし、なんかその時の状況によっても違うから、その周りの人に褒められることって結局正しいのかって言われると、そんな正しくないのかなみたいな思うんですよね、うんうんうん、でその周りの人の評価になんか惑わされたりとかするじゃないですか、結構みんな、ね、何でもそうですけど、うん、まあ、お店の評価とかでもねそうだし、まあ、自分のその可愛いとか可愛くないとか、頑張ってる頑張ってないとかもそうですけど、うん、だからそれがその周りに託しちゃうと、結局その周りの意見ありきじゃないと自分が満たされなくなっちゃうので、なんかそれってちょっと違うのかなと思ってて、なので自分で自分を褒める、それが一番正しいかなと思って。それは確かにある意味そうかもしれないですね、はい、自分のことは自分が一番分かってるんですよ、うんうんうん、頑張ったこともなんかこんなに今体調悪いけどここまで今日はなんか家事頑張りましたとかお仕事頑張りましたとかって、なんか自分自身では体調悪いって今分かって調子が出ないって分かってて、でここまで頑張ったっていうのあるじゃないですか。そうですね。だけど周りから見ると、いやそんなのできて当たり前でしょって言う人ももちろんいるでしょうし、いやまず体調を崩すことが社会人としてどうなのみたいな評価をする人もいるだろうし、だからそうなるとなんか自分はこんなに頑張ったのになってなるじゃないですか。でそれってなんかちょっと違うなと思ってて、自分自身のことはもう一番自分が分かっているので、やっぱ自分で褒めてあげたりとか自分で評価してあげるみたいなことが一番大事かなっていうふうに思っている、うんうん、そういう意味で言うと別に自分で自分を評価しないわけではないんですよね。あ、そうなんですね、うん、その褒めるっていうのが自分偉いやーいみたいなのではないけど、そう私だね、やっぱそこがこう なんていうかな、結果に現れないと褒められないのかな、多分。あ、そうかもしれないですね、うん、その頑張ったっていう、こう頑張りだけでは、うん、まあ、例えばお金に結びつかなかったり、うん、例えばお金に結びつかなかったり、全部お金やんけ他に何も思いつかないですけど、まあ、YouTube だったらチャンネル登録者数に結びつかないとか、うん、やっぱそこがないと、ないのに頑張ったから偉いって自分を褒めることができない。なるほどね、うん、でもそのなんかチャンネル登録者数に結びつくとかお金に結びつくとか、うん、まあ、その結果に結びつくっていうのはなんかそれってやっぱり他者ありきじゃないですか。他者ありきです、うん、だからそこに標準を合わせるとしんどくなっちゃったりするんですよね。そういう人もいると思いますよ。
うんうん、私自身はね、うん、そうで、それでしんどくなったから今の考え方になったんですけど、うんうん、評価されなかったとしても自分が今やってることは自分なりに一生懸命やってるんで、それはすごく偉いなみたいな、うん、頑張ってるな私みたいな感じでモチベーション上げてるっていう感じですかね、うんうん、じゃあ逆にこういう人は自分を無理やりにでも褒めた方がいいと思いますか？あ、ゆうやさんみたいな人ですか、うんうん、いやなんかそれでしんどくなってるんだったらそうしたらいいけど、まあ、別にしんどくなってないんだったらいいんじゃないかな無理にそこまでしなくても、そう無理にそこまでしなくても、なんかその他者に振り回されてるとか、なんかその自分に価値がないと思うとかさ、その自分がに自信が持てないとかね、うん、そういう場合はやっぱりなんかその周りに標準が当たりすぎてるかなと思うので、そういう方は自分にもっと意識を向けて自分を褒めたりとか、自分で自分を認めたりとか評価したりとか、そういう視点みたいなのをちゃんと持てばいいかなと思うんだけど、うんうん、なんかゆうやさんみたいに別にそれにってどうにかなるみたいなんじゃないじゃないですか自信満々じゃないですか。だから別にそういう人はそれでいいと思いますけどね。そうですね、はい、うんうん、じゃあこの、まあ、どっちかっていうと外側に意識を向けすぎるのではなくて、うん、自分のなんかこう内側にもっと意識を向けてあげようねみたいな、そう、うん、イメージでいるといいですかね。そうですね、うん、でまあ今回のその新月とかでそのこの話を合わせるとすると、その周りとのこの協力も大事だよみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、ね、はい、なのでなんかその周りの人を褒めるみたいな、認めるみたいな習慣っていうか、そういう月間にしてもらってもいいかなと思います。あ、それはいいと思います、うん、それはいいですわ。そうそう、いいですわそうそう、だからこの新月からこの1ヶ月間は周りを、うん、あの褒めよう月間みたいなとかね、いい人月間みたいなの作って、いっぱいその自分の家族とかあのお子さんとか、まあ、同僚とかね、うん、を褒める、なんかいつもあんまり言葉にしてなかった人はどんどん言う、こういうとこすごいですねとか、うんうんうん、こういうの助かってますよとか、ありがとうとか、かっこいいね、かわいいねとか、そういうふうにやっていくと、まあ、自分からね、発信すると、それが結局自分に返ってくると思うので、うんうん、なんか自分のことを自分でこう褒めたり認めたりするのが苦手っていう方は、まずは、その周りの身近な人たちにそういう声かけをすることで、またそれが返ってくるっていうのを味わって、そこからこうどんどんいい循環にしていけばいいんじゃないかなと思います。はい。いつも高評価、コメントありがとうございます。自分を褒めるコメントお待ちしてます。